どうも、高野です。今起きました。現在時刻11月5日土曜日6時過ぎなんですけれども、本日 J1 リーグ最終節、柏レイソル対湘南ベルマーレ、現地観戦しに行きます。まあ以前のですね、ガンバ戦 Vlog で紹介したと思うんですけれども、まあ8月から僕関西済みになりまして、本日は関西から柏に行って、柏からまた関西戻んないといけない、日帰りの弾丸ツアーです。今日は ACL 出場チーム並みの過密日程ですよ。まあなんですけれども、まあやっぱ最終節は行きたいじゃんということで、もう行っちゃいます。ただ非常に眠い。8時ぐらいの新幹線乗って、まあ東京向かってそこから柏にビューンです。でちょっとね、まあレイソルの話するんですけれども、まあ直近9試合勝ってねえと。どうしたらレイソル？まあただ安心してください。もう僕ホームゲーム最強なんで、今季ね5試合今んとこ行ってるんですけれども、まあ5試合中4試合勝ってます。でもう1試合引き分けです。で失点まだ2です。強いです。勝てます。でしかも絶対に今節は勝たないといけないと、大谷キャプテンが今季で現役引退、そして染谷選手が今季で現役引退、工藤選手のために絶対に勝たないといけない。絶対工藤選手のために今節ばかりは勝たないといけないんです。ということで今節もですね、非常にいい試合を期待して、早速ね日立大の方に向かっていこうと思います。はい、柏到着ということで、今年最後の柏駅です。レイソルロードはですね、結構12時過ぎ混んでましたね。で朝日スポーツのところにレイソル工藤選手のですね号外が貼ってありました。で途中のですね道中の若葉保育園さんが、この大谷選手、工藤選手、染谷選手に向けてメッセージ送ってましたね。で今年最後のレイ君に挨拶回りと、まあスタジアムの場外着きまして、まあ記念にですね今シーズンラストということで写真撮ってきました。でもうここですね、個人的に一番好きなところはここ、このエンブレムが見えて両チームのフラッグが見えるところが好きです。でここは入場ゲート前でスタジアムの中入ったんですけれども、この日はですねすごい混んでました。まあ、観客動員数もね1万3000人と、もうほぼパンパンだったので、まあこの場外お客さんめちゃめちゃいました。グッズもですね 60% オフマックスのセールやってたので、まあちょっと見たんですけど全部安いと思わず爆買いしました。タオルマフラーもね、マイエ選手とか山田選手のは990円で売ってましたね。であとはシークレットミニタオル買いました。なんと染谷選手のタオルも当たり、ユージのタオルも当たり、宇野木選手、岩下選手のタオルも当たりました。個人的にはめちゃめちゃ大当たりだったかなと思います。でスタグルもですねめちゃめちゃ長蛇の列で、謎にですねここ大串焼きさんついてたので、ここでねちょっと調達しましたね。このね肉巻きおにぎりめちゃめちゃうまかったですね。ひとかじりしてもう思わず写真をパシャリと。であとはですね塩焼きそばかな、これもちょっとね買わせていただきました。これもねめっちゃうまい。若干キムチは若干辛かった。でこの新幹線弁当、駅弁ですね、これ朝食ってこの夜ですよ、焼肉チャンピオン、この弁当めちゃめちゃうまかったんで、まあ、今後遠征ある方はですねぜひこの弁当とかも買ってみてください。でこの日はですねバックスタンド16エントランスから入っていきまして、この景色ですよ。やっぱここもね結構好きですね。こう入って中央からレイソルゴール裏、そして湘南ゴール裏、まあ、アウェーゴール裏まで撮るのが好きです。まあ、ここからですね、まあ、選手が入場したということでピッチの雰囲気をですね味わっていただければなと思います。谷さん、まあ、
写真撮ってる。清水落ちたか。マリノス優勝か。うわやば。うわ京都入れ替え戦か。